皆さんこんにちは、小林道場決裁塾長の小林です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、万人にハマる参考書ということで、まあ、これまでねたくさんいろんな参考書を紹介してきたんですけれども、正直どれを選んでいいかわからないって声結構あるんですよ、うん、そうですね、うん、であればもちろんレベルに合ったものは使ってほしいんだけど、比較的万人に受けるというか、うん、ハマるというか、皆さんが使える可能性が高い参考書を一挙紹介させていただくことで、まあ、これからの勉強に生かしてほしいというふうに思います。はい、で、まあ、今回は英数国3科目で、うん、ですね、紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ、一気に紹介するんですけど、まあ、レベル的には本当に高1の頃から使えるものもあるし、まあ、本当受験生になっても使えるものもあるので、うん、どれをいつ使うかっていうのは今までの参考書ルートの動画とか、うん、ガチ合格スケジュールの動画とかを見て、うん、タイミングを決めてくださいね。はい、じゃあ早速英語いきましょう。はい、まず英語なんですが、今回これらの項目ですねについて紹介していきます。今回結構重々にがっつり英語を紹介します。うん、なんでかっていうと、受験生のほとんどが最初に勉強するためですね。でまず早速英単語から見ていきたいんですが、教材としてはシステム英単語ですね。でこれ万人受けポイントとしてはとにかく万能で、これいろんな方にも対応可能っていうのがあります。まあ、英単語を覚えたい方には1語1記で学習したい方だったり、まあ、例文使って学習したい方、音声使って学習したい方、さまざまな方いると思うんですが、どれも対応可能ですと。うん、で使い方なんですが、これは1単語1秒音読法ですね。ちょっと YouTube でも以前動画出したのでそちらをご覧ください。で続いて文法を見ていきますと、参考書としては0から英文法が面白いほどわかる本ですね。これが万人受けポイントとしては、とにかく文法の基礎事項っていうのが簡潔で分かりやすくまとめられているというのがあります。例えば要点は箇条書きだったり表で表示されてたりとか、まあ、説明で大事なところっていうのは色がつけられてたりとか、まあ、とにかく綺麗なノートっていう印象ですね。うん、まあ、なので初学者はもちろん文法を勉強したことある方でも、まあ、つまずいた分野だったり苦手分野に戻って復習しやすい構成になっておりますと。そうですね。はい、またこちらレイアウトがいいので、とにかく文法事項の要点すぐ横に演習問題となっているので、要点を確認しつつ演習に取り組めるという利点もあります。はい、使い方なんですが、こちらはまず最初に練習問題解いてみて、分からなかったら横の要点を見て再度練習問題を解くということをしてください。で練習問題を最終的には全部正解できるようになるだけでなくて、まあ、要点に書かれることを根拠に答えられるようになってください。で続いて解釈なんですが、七位学の読解のための英文法ですね。でこれはまあ今年、まあ、ご存知の方もいるかもしれないんですが、2月18日に改定されたばっかです。はい、音声ついたことで音読しやすくなった参考書であります。うんうん、はい、で万人受けポイントとしては、とにかく短文のため初心者も取り組みやすいというのがあります。でまあ、解説が図解付きで簡潔のため分かりやすかったりとか、そういうのもあって、まあ、初心者に取り組みやすいと。でこれは初心者だけじゃなくて上級者も取り組めますと。発展問題、ここですね、まあ、例題確認問題発展問題とあるんですが、この中の発展問題っていうのはそういうのも意外と難易度高いんですね。うん、はい、まあ、旧帝大の簡単な英文とかを使用しているため、まあ、根文を完璧に取るためにはそれなり相応の知識が必要になっているので、そういう面でもまあ共通テスト7割いかないような、本当にある程度勉強してきている人もまあ使う価値あるんじゃないかなという参考書になっております。で使い方としましては、まあ、全て SVOC を振って和訳してくださいと。終わったら、まあ、音声聞きながら音読してください。で初学者の方に関しては1週目はとにかく例題と確認問題のみやっていただいて構いません。で自信のある方に関しては最初から発展問題をやっていただいて大丈夫ですと。なるほどね。はい、で続いて長文ですね。今回紹介するのは The Rules 1もしくは2ですね。まあ、これはレベルに応じてですと。でこれ万人受けポイントなんですが、まあ、とにかく復習しやすい、独学しやすいというのがありますと。でこれはまあ解説ではまあ理由だけでなくて、まあ、注意すべきポイントですね、まあ、いわゆるルールって言われているものなんですが、これがあったりとか、まあ、覚えるべき文法事項っていうのが一緒に掲載されているので、とにかくまあ自分が見落としているところあったら復習がしやすい構成になっておりますと。でまた音声があるので音読も可能ですね。アメリカ、イギリス英語は交互に問題によってあるので、そちらを使って復習することが可能ですと。うん、はい、で使い方なんですが、これはとにかく問題を解いて間違えるところはもう徹底的に復習してください。復習というのはルールの理解と確認および暗記ですと。でそれを最後に終わったら音声を使って音読してくださいと。ちなみにこのレベルなんですが、長文やったことない方は1から始めるといいでしょう。まあ、長文やったことある方は2をちょっと書店とかで見てみて、いけそうだったら2をやってみてください。で続いてリスニングですね。今回紹介するのは応文社の全レベル問題集英語リスニング1になっておりますと。うん、はい、でこれは万人受けポイントとしては、まあ、手軽にできる薄い音声ダウンロード可能っていうのはあります。それに加えて問題の種類が豊富だっていうのもありますね。まあ、ディクテーションだったり数字を当てる問題から、まあ、リスニングの普通通常の問題などさまざまな分野においてリスニング力を鍛えることができます。でこの上が共通テストレベルなので、共通テストに行く前のいい練習機材になると思うので、まあ、この教材もしかしたら知ってる方そんなに多くないかもしれないんですが、うん、すごい個人的にはおすすめの参考書となっておりますと。ちょっとリスニングが苦手とか、はい、いきなり共通レベルだときついって人向けって感じかな。うん、そういう感じですね。はい、はい、でこれ使い方としてはもうとにかく毎日少しずつ解いてください。はい、これ30分からでも1日効果出ます。
間違えた問題に関しては、まあ、音声を聞きながらスクリプト見て聞き漏れたところの復習をしてください、まあ、とにかく毎日やるっていうのがすごい大事ですと。最後に自由英作ですね。今回の紹介する参考書は英検2級のライティング問題ですと、はいはい、これ万人受けポイントなんですが、まあ、とにかく英作文の基礎が学べるというのがあります。これは、まあ、例えばどのように英作文を構成すべきか、こういったことを図解して分かりやすく、まあ、書いてありますと。例えば質問の答えだったり理由の段落をこうつけるとかですね、うん、なので2級を持っていない方はもちろんなんですが、持っている方でも実はちょっと英作文の基礎できない方って結構意外にいらっしゃるので、多いね、多いよ、はい、そうです、うん、なのでそういった方も、まあ、復習にすごい使えるんじゃないかなと思いますね、うん、で使い方としては、まあ、英作文の書き方っていうのをとにかく最初読み込んで、まあ、実際に書いてみて模範解答と比較してみてください、まあ、特に構成なんかはすごい参考になると個人的には思ってますと。でその上で書いたものに関してはチェックポイントもあるので、自分の答案と照らし合わせて確認してみてください、まあ、一番いいのはこの書いた答案ですね、まあ、全部は不可能かもしれないんですが、一部学校の先生などに見てもらうとすごいベストかなと思いますね、うん、はい、ありがとうございます。まあ、英語バッときましたけど、いかがでしょうか。はい、まあ、そうですね、万人受け、まあ、どれもしやすいんじゃないかなと思いますね。はい、ただ僕は昔システム英単語が合わなかったんです。あ、本当ですか。はい、なんかミニマルフレーズがなんか嫌で。なるほど。はい、でも僕相当レアで、はい、僕の周りみんなあのいいって言ってたんで僕だけ多分異端だったんですけど、はいはい、でも本当に確かにね、この辺今上がったやつはねどれもいいし、あと英作文のところですね、結構まあ、あのハイパートレーニングに行く人とか、はいはいはい、あと竹岡先生の、はいはいはい、英作文の本とか使う人もいて、はい、あの全然いいんですよ、全然いいんですけど、うん、あのこの本結構薄いんだよね。そうですね、薄いですね。そうそうそう、なので、まあ、取り組みやすいかなということで紹介したって感じですかね、うん、はい、はい、じゃあ次国語いきましょうかね。はい、で国語に関しては、まあ、現代文と古文で話をしていきます、はい、まず現代文は用語ですね、読み解くための現代文単語ですと、うん、はい、でこちら万人受けポイントなんですが、とにかくイラストが意味の理解度を助けるというのがあります、うんうん、まあ、百聞は一見にしかずってやつですね。でプラス、まあ、複数のキーワードごとに簡単な確認問題があって、またそれらを複数まとめた長文の練習問題もあって、まあ、とにかく定着の確認ができるというのもポイント高いですと。でここまで言うと結構うちの他の動画では現代文キーワード読解ですね、これを結構おすすめの参考書としてあの出すこと多いんですが、これもすごい良くてできる方はこっちやってほしいんですけれども、まあ、ちょっと実は説明がですね、この参考書はまあ文章のみで表現もやや硬いというところがあるので、ちょっとそういうのが苦手だよという方はこの読み解くための現代文単語やってみるとまあいいんじゃないかと思いました。はい、そうですね、はい、あの気を取るから全然いいと思いますが、はい、万人受けって意味ではね、そうですね、うん、これで多分もう無理ですって人ね、気を取るからたまーにやっぱ挫折しちゃう子いるんだけど、はいはい、こっちで挫折した子ってほとんど聞いたことないんでね、うん、はい、いいと思います。読解はどうですか。読解に関しては船口の最強の現代文ですね、うん、これは万人受けポイントとしてはもう現代文の読み方を教えてくれるっていうのがあります。まあ、脱フィーリングってやつですね。でこれはまあ結構その現代文勉強したことある方でも、まあ、ない方でもなんとなく読んじゃう方って結構そこそこいらっしゃるんですが、そういった方にどうやって読むのかっていうのを教えてくれるので、これは万人受けすると思いますと。はい、で使い方としましては、こちらはまあ実際に問題を読んでいただいて解きながら一個一個質の力を身につけてくださいと。例えば具体から抽象だったり対比などそういったところがあるので、そこを実際に解いていって、で解説で自分がそういった技術を使えて読めてたっていうのかの確認をして復習を行ってください。はい、まあ、船口先生の方はね、非常に本当にこう癖とか、はい、変な偏りとかがなくて、うん、非常に分かりやすい解法だと思いますね。はい、はい、じゃあ古文いきましょう。はい、古文は単語文法読解に分けて話をしますと。まず単語なんですが、マドンナ古文単語ですねと、うん、はい、これ万人受けポイントとしてはとにかく分かりやすい、面白い、勉強のハードルを下げるというのがありますと。はい、まあ、古文っていうと結構苦手意識持ってる方、まあ、多くいらっしゃると思うんですが、まあ、この単語帳に関しては古文単語の意味っていうのを背景知識も含めてすごい丁寧に説明してくれてるので、あの、まあ、また現代文の言葉と紐づけて解説とかしてくれたりするので、とにかく親近感が湧きやすくて、まあ、興味ない方もなんかこうちょっと見てみようかなとか、読んでみたら面白かったみたいになりやすいんですね。そうですね、はい、あとはまあその数が少ないので、はい、これだけで、まあ、本当にこう次第の古文とか、うん、国立大の文系の子の古文とかを乗り切るっていうのはちょっとやっぱきついんですよね、うん、この単語だけだと、うん、なんですけど、まあ、エントリーとしてね、うん、使うという意味では、まあ、結構万人向けというか、はい、あるかなと思いますね、はい、あとはそうですね、結構ゴロゴさんのね、うん、古文単語もやっぱりゴロなんで、はい、まあ、万人受けっちゃ万人受けなんですけど、ただまあゴロ自体がまあ向いてる向いてないって子はいると思うんでね、うん、はい、まあそれ好き嫌いで使うてください、はいはい、じゃ次に文法、はい、そうですね、はい、ステップアップノートの5点文法基礎ドリルですね。なるほど、はい、これ万人受けポイントとしては、まあ、とにかく薄くして回しやすいから演習積みやすいというのがありますね、はい、こちらまあ薄い分、まあ、単元ごとの押さえるべきポイントだったり助動詞の一覧表など、まあ、必要な情報は最低限なんです、簡潔に載ってるのでそれも見やすい構成となっておりますと。
でこちら使い方なんですが、まあ、助動詞などを暗記した上で、まあ、演習をやり込むというのが一番ですと。で薄い分情報は一方限られてきているので、どうしても解説読んでもわからないとか、まあ、苦手な分野とか出てきた、そういった場合は、まあ、別途調べる必要がありますと。ただじゃあ何使えばいいかってことなんですが、これは、まあ、ちょっと宣伝みたいになっちゃって恐縮なんですが、うちで出してる無料で見られるあの古典チャンネルですね。ああそう、はい、それがすごいおすすめになっております。まあ、ささぶ見てもいいと思うけどね。あ、そうですね。ただ古典チャンネルに関しては無料で見られますし、うん、まあ、あのその分ちょっと説明は豊富ですごいいいんですが、問題演習がないというちょっと唯一の、ああそうだね、あの短所があるので、うん、そこはこれで補えるので、すごい個人的には相性抜群かなというふうには思います。確かにね、結構、はい、あの 1.5 倍速とかでね、うん、ギュッと見ることができるんでね。はい、はい、最後に読解なんですが、これマドンナ古文のパワーアップ版ですねと。でこれはまあ一瞬ちょっとあの文法っぽく見えるんですが、実はあの解釈のような文法知識を使って読解を進めるという参考書になっておりますと。でこちら万人受けポイントなんですが、まあ、とにかく語り口調で読みやすいというのがあります。まあ、ちょっと単語のところと被ってくるんですが、まあ、こちらの参考書も読者が共感できるような背景知識だったり、まあ、読解のヒントなど、そういったのがあの文法から読解へ移行する際のちょっと心理的なハードルを下げてくれる、そういった要素があると思います。なるほど。はい、で使い方としてましては、まあ、各読解ポイントごとにですね、後ろの練習問題から、まあ、本の指示通りに解いてみて、苦手な箇所に関しては最初の説明を読むということをするといいんじゃないでしょうか。ちょっと最初の説明から全部読んでいくと、まあ、面白いことは面白いんですけど、ちょっと冗長だったり時間が取られてしまうところがあるので、必要に応じてそこは読むようにしてください。そうですね、はい、レベル的には、まあ、これちょっと1冊だけで全部乗り切るわけにはいかないので、やっぱりエントリーとして使ってみていただけるといいかなと思いますね、うん、はい、はい、では数学、はい、こちらは入門問題成功プラススタディサプリ、もしくは基礎問題成功プラススタディサプリになっておりますと、うん、はい、こちら、まあ、万人受けポイントとしては、まあ、とにかくこの辺の基礎問題成功、入門問題成功、成功シリーズですね、問題数が厳選されており、まあ、回しやすいというのがありますね。で特に基礎問題成功に関しては完成させると共通テストでそこそこ戦えるので、これに関してはもうすごいコスパが良くて、まあ、やれすんじゃないかなと思います。で使い方としては問題演習プラススタサブで補強ですと。でこれなんでスタサブ持ってきたかというと、この入門問題成功と基礎問題成功参考書体すごいいいんですが、ちょっと欠点としては解説が薄いというのがあるので、そこをスタサブで補強する感じですと。はい、なので、まあ、間違えた問題で解説読んでも分からなかったものだったり、ちょっと苦手な分野などあったらスタディサプリに行くということをしてみてください。全部自分で回せるよという方はもちろんスタディサプリはやらなくても構いません、うん、でこれをまあ最終的には問題見た瞬間に解法が浮かぶぐらいまでやり込むっていうのが理想です。そうですね、はい、まあ、あとまあうちでよく言ってる参考書で万人受けっていうと、まあ、はじはじ、はじはじ、はい、なんですけど、結構まあはじはじも意外とまた難しい部分があって、例えばはじはじを例えばやらなくてもそれこそ入門問題成功とかで進んでいけるって子もいるし、はい、やっぱはじはじでもしんどいわけで、うん、やっぱり最初のインプットというか理解の部分はスタディサプリが必要っていうこともあったりするんで、うん、はい、結構その万人、いやかなり万人に近いんだけど 100% 万人でもないというか、はいはいはい、うん、だからまあ本当に誰でも適用できるとなると、この組み合わせでね、うん、スタサプと問題成功シリーズの組み合わせっていうのがまあ1個あるのかなというふうには思いましたね。はい、はい、まあ、他にもね、あの今日いろいろ紹介しましたけど、あのたくさんあると思うんです、万人受けする参考書、うん、でもしあのこういうのがあるよってね方はぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思います。はい、はい、というわけで、まあ、今回まあ時間にも限りがあるので以上となりますけれども、いかがだったでしょうか。まあ、あの今日ね紹介したものは比較的どんな方でも使いやすいと思うので、例えばね、あの中高一貫校の中学生でまだ何やっていいか分かんないとか、新高校1年生の方で、ね、これからどの教材使えばいいか分からないって人は、まず今日紹介したものをちょっとね触ってみるのもいいのかなというふうに思います。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日のプチェコーナーです。はい、とあるウェブサイトで基礎問題成功だけで医学部が受かると書いてあったのですが、それは本当ですか、はい、っていう質問ですね。はい、まあ嘘ですよね、うん、はい、どこの医学部に受かるんだろうというのがあの本当に思うところですね、うん、それかあれですかね、僕が思っている基礎問題成功と違うんですかね。なんか別のものがあるんですか、ね、まああるんですかね、はい、うん、あのまあ、当然ですけど、あの、うん、まあ、国立はともかく、ともかくというかその超むずい上で、まあ、私立医学部の中で、まあ、最も簡単と言われるようなところ、まあ、いろんな意見あると思うんですけど、はい、まあ、大体の人がまあ、うん、川崎か、まあ、女子を挙げると思うんですけどね、うん、うん、だこの辺りだとしても、うん、あの全然無理だと思いますね、うん、はい、なので、まあ、あまりそういうね怪しい情報は信じずに立ち向かっていただければと思いますね。はい、はい、というわけで、頑張ってください。今日の話は以上です。